とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。結構来たんですよね。テンペストゴーレムの攻略が見たいっていうやつが。確かに、俺、完全攻略とかの動画で、テンペストゴーレム、スキップしてます。カットしてるんだよね。めんどくさいから。でも今日はテンペストゴーレムの倒し方をちょっと説明していけたらなと思います。では行きましょう。とにかく長いんだよね。で、まず最初一発目入った時が多分結構ピンチになると思う。なので入って敵を起こした後に戻ってください。戻ってくると、敵がちょろちょろしかこっちに入ってこなくなりますし、ピンチになりにくくなるんじゃないかな。でこっちにちょっとずつ寄せていけば、弓でちょい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 叩いていけば倒せるので、まずはこいつらを片付けましょう。このゴーレムが結構強いもんね。で倒した後に、中に入りましょう。この下にね渦巻きがぐるぐるってくるのがあるんだけど、あれには注意してください。これを踏んじゃうと半分ぐらいダメージもらっちゃうので注意してくださいね。必ず避けるようにしてください。でまずこっち側、どっちでもいいですね、どっちでもいいので、封印を破っていきましょう。まあ、とにかく、出てくる敵をどんどん倒すだけです。どんどん倒すだけ。普通に近接でもいいし弓を使ってでもいいので、とにかく倒していきましょう。今回は愛のメダルとかもあるのでメダルを使っていくといいですね。でこれ上側で戦うとテンペストゴーレムが振り下ろしで武器を、使ってきますので、一応下の方で戦うのがいいです。で封印を2つとも取っと、ここ弱点が開いてダメージを与えれるようになります。でその後またねゴーレムが出てくるんだけども、また同じくこっちの方で戦うと、まあ上でも戦ってもいいかな、でも下で戦うと、雷のトラップがこっちに来ませんので、まあ初心者のうちはこっちで戦った方が戦いやすいかもしれません。はい、倒しました。ではまた同じく、封印を解いていきましょう。この柱にね古代文字が書いてあるんだけども、この古代文字が、完全に消えたら柱はおしまいですね。とにかくこの古代文字を全部消すようにしていってください。で同じくこっちですね、上で戦っちゃダメですよ。上で戦うとこの振り下ろしが来るので必ず下で戦うようにしてください。でこの雷が竜巻みたいなやつ、あれには要注意ですね。 OK でこれでおしまいしましょう。あとはとにかくどん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 削るだけですね。どん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 削ってあげましょう。よし、はい。でまたゴーレムたちが出ます。上で戦ってもいいですけども、下で戦ってもいいです。はい、全然ね、矢は余ってると思うのでどん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 使っていってください。森の矢筒とかも使っていっていいですね。 OK、 よし、あ、いいですか。こんなにダメージもらうんでね、かなり注意してください。トラップにはね。はい、OK。では柱を壊していきましょう。壊すんじゃないな、封印を解くんだな。よし、 OK。 でこれ一定時間、このフィールドに乗ってなかったら回復しますもんね、柱との HP が、なので極力ずっと乗っとくような感じでやってください。もうちょっとかな、結構長いんだよねこれって。本当にすんごい長いんだよね。よし、 OK、 行きましょう。
うまくいけばあと、いやうーん、あと1ウェーブぐらいでいけるかと思ったけども、厳しいかな、ちょっと厳しいかもしれません。よし、終わり。なんとかいけるように頑張ろう。危ねえ、あー食らっちゃった。凍結になるとね、結構やばいね。凍結には注意ですね。お、危ない。よし、で、あとこっちです。愛のメダルが余ってるね。いけ、よし、行ってみよう。いやー、これ無理だな多分無理。まあ、ダメだ。ああ、惜しい。こんぐらい残っちゃうんだよね。うまいことクリティカルが出たりすると押し切ることができるんだけども、うん、まあまあ効果力のやつで押すっていう手もあるんですよね。今回だったらば、いくつか装備があるみたいです。雷の杖とか地雷とかね、そういうので最後一気に削れば若干早く倒すこともできます。よっしゃ、よし、終わり。はい、こんな感じですね。結構時間かかってめんどくさいんですけども、まあ、正規の、ルートをたどっていけば、まあそこそこ簡単に倒せると思います。まあちょっとね、敵多すぎて無理ってなったらこっち逃げてください。そうすると、竜巻のトラップがこっちには来ませんので、安全に処理ができます。うん、まあ慣れてくればこっちで避けながら戦ってくださいね。はい、まあ途中で、HP がどうしてもやばいってなったらこっちで逃げて、ポーションが回復するまで待つとか、そういう手もあります。まあ安全地帯みたいなもんですね、こっちがね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。